節約ご飯22にたたききゅうりの梅しそカツオがけ、大葉をプランターで栽培しているのですが、今日はたくさん収穫できましたので大葉を使った料理をしていきます。きゅうりを叩いたら梅干しと大葉を混ぜていきます。最近きゅうりが安いんですね。そして醤油を1杯、それからごま油も1杯入れていきます。こちらをよく混ぜて盛り付けたらかつお節をかけて完成です。いただきます。ごちそうさまでした。